皆さんがどんな、どんなふうにその YouTube の、このところのこのシリーズで、そのコレクターのね、動画を、聞いてくださってるか、ちょっとまだ始ま、あの、現時点ではね、始まったばかりで、昨日、その石橋正二郎の話が始まったっていう感じだから、ちょっと、皆さんの反応はつかめないんですが、まあ、とにかく、このところ私は、絵画とか、まあ、美術っていうものを、どうしても今までは作品とか作家に焦点を当てて、見たり解説されたり、そういうことはもう頻繁に行われてきたので、ちょっと角度を変えて、まあ、スティーブ・ジョブズぐらいのあたりから、そのアートコレクションをする人、アートを買う人、まあ、美術館を建ててしまうような人っていうのは、一体どんな人で、どんな目でアートとで、まあ、どういう出会いがあって、アートにこうアートを買おうとしたするようになったのかとか、それから、どういうふうに買っていったかとかね、資金はどういうところから資金があったのかとかさ、そういうところを見て、このアートワールドっていうさ、そういう視点から、その要するに美術作品は決して作家だけが作ってるものではなくて、社会全体でその成り立たせているっていうところを、これからはよりこうさ、広くこの皆さんに知ってもらうことがいいことなんじゃないかなと思って、まあ、そういう話を始めて、まあ、日本を先にね、とにかく、まあ、とにかく素晴らしいコレクターがいるんですよ、日本には。そうですね。はい。見てなかったら本当にぜひ見てほしいでぜすひね。ね、もう本当びっくりしちゃうようなコレクターが育っていて、美術館も建っているんですよ。まあ確かにね、世界から見れば、もしかしたらこんな小さいね、島国の日本のコレクターなんてって思ってる人がいると思うんだけど、いや、そうでもないなってね、調べれば調べるほどやはり実感があって。じゃあ比較してみようと。海外のコレクターってどんな感じなんだろうかって。で、調べていくにつれてもね、やっぱりね、再び帰ってきてね、日本のコレクターもしかしたらすごいかもって思っちゃうけれど。ただね、全部が全部じゃなくてさ、この部分足りないなとかっていうのは少し見えてきたから。そういうところがね、私もまだこのほら、書籍になってるようなコレクターの情報しかありませんから、本当はさ、この書籍になってるっていうのはもうさ、もう50年ぐらい前の話だったりするから、その後のさ、そこからその現代に至るまで、私たちは知らないだけで、もう世界にうようよとコレクターがいると思うんですよ、アートコレクター。それ出会ってないだけで、あるいはニュースにならないだけで。それで、こう、露出のね、高いさ、コレクターもいると思うんだけど、露出のが高くないさ、密かにさ、このアートを楽しんでる人もいるわけだし。で、私は、まあ、いろいろこう、アートコレクターを調べれば調べるほど、より、大衆化してきている。民衆化。要するに、一コレクター、本当、サラリーマンコレクターみたいな。そういう人までね、最近は、いいコレクションをしていたりするんですよ。そういう傾向があって、より身近な、このところに、コレクターっていうものが降りてきてるって感じなんですよ。だから私は、まあ、理想としてはね、その、まあ、ビッグコレクターっていう世界は確かに数十年前はあったんだけども、でそれにそのなんか、なんか違う世界の人たちの話っていうふうに思うんではなくて、いや、もしかしたらこの人たちと、財力には負けるかもしれないけど、その人たちをしのぐ質の高いいいコレクションをすることができるはずって気がつく人が出てくるんじゃないかなって思って、それを期待してるんです。そこの話の
きっとか、まあ、とっかかりというかきっかけになるすごくいい例があって、うん、ものすごく露出しているので、この人はものすごく参考になるし分かりやすくて、もうバッチリな人がいるんですよ。その人がこの人なんです、うん、ペギー・グッケンハイムという女性のコレクターです、はい、アメリカ人でアシュケナージンユダヤ人系なんです、うん、年齢的にはね、1898年から1979年、だからちょうどこのね石橋正二郎よりもちょっと10歳ぐらいさ年上で、うん、だいたい同じぐらいの時代に生きてる人なんですよ。しかしこの時期に時代に日本に女性コレクターっていうのはちょっとあんまり聞かない。何人かね女性コレクターいるんですけど、アートの、うん、いるけども、うーん、ここまでペギー・グッケンハイムのような生き方をしたっていうのはちょっと聞いたことがない。だいたいお金持ちの財界の人の奥さんであったり、うん、だからご主人がやっぱり知名度著名な人で、まあその傍らこうコツコツ集めてる人っていうのはいるんですけど、日本でもこの人はもうなんかね独立独歩っていうかさ、うん、もうね主体的な人なんでしょ。もう自分一人の意思でここまでコレクションをしたっていう人なんです。でこの人はすごいおじがいまして、このおじがソロモン・ロバートというアメリカの鉱山王で有名で、うん、グッケンハイム美術館っていうのがニューヨークにあるんですけれど、そこはこのロバートソロモン・ロバートの美術館です。でも、ペギーはその姪にあたるんですよ。でまあ、最終的にはね、ペギーはこの人にコレクションを全部ここのソロモンのグッケンニューヨークのグッケンハイム美術館に全部譲渡します。でも、ペギーが作った美術館がベネチアにあるんですけれども、うん、このベネチアも今まだずっと続けてますし、それからソロモンはニューヨークだけではなくてスペインのビルバオにあるこういうね現代的な建物の美術館も建てています、うん、まあ、とにかくグッケンハイム家っていうのは、ペギーがね子供の時はね隣がね、有名なロックフェラーのお家でした、うん、ロックフェラー家が隣お隣さん、うん、ロックフェラーってすごいんですよ。またねおいおいね、そのアメリカの有数なビッグコレクターを紹介していく中にロックフェラーもいるしロスチャイルドもいますし、うん、もう有名なね、コレクターもわんさか紹介していこうと思うんですこれから、うんうん、美術館も同時に紹介することになるんですよ。だけれどもまず手始めに私がこのペギー・グッケンハイムを紹介するっていうのはなぜなのかっていうのをちょっと考えながら話を聞いてもらいたいと思います。うん。うん、私もね、うん、これはぜひね、この話はもうとことんやってみたいって思って、3ヶ月ぐらいかけて調べてるんですが、すっごい、もうね、この、みすゞから出ている、この20世紀の芸術と生きるっていうこのペギーの自伝を読み込んだんですよ全部、うん、だけどねすっごい大変だったの、うん、なんかねもうゴシップとかスキャンダルみたいな話ばっかりで、うん、もうなんこれアートなのかなって思う部分がほとんどなんだけど、もうね、その間に、ね、ものすごくね面白い話がいっぱい出てくるんですよ。でまずねグッケンハイム美術館こんな感じです。中。おおいいね。
すっごいですよ。これ外から見るとね、なんかすごく小さく見えちゃうんだけど、うん、私ねこれ2006年にね、たまたまね、私と当時ね一緒にね、同居、まあ一緒に住んでいたそういうの同棲っていうのかもしれないですが、うん、彼がですね、ニューヨークで個展をしたのでね、ついていったんですよ。なんか通訳してほしいって、私英語なんかほとんどできないんだけどなんかね、お金払ってくれるっていうからね、一緒についてって、たまたまこのグッケンハイム美術館を 見ることができたんですよ、うん、そうしたらね、もううわーすごい、何この美術館みたいな感じでもうとにかく楽しいっていうかさ、入った瞬間わーって感じなんですよ。そうね、子供が喜びそうだもんね。何これっていう感じでぐる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 登ってくんだけど、うん、このさ、こう階段登って上がってくんじゃなくて、ぐるぐる回ってるうちに上の階に行くっていう感じにできてるんですよ。あ、そういう構造になってる。構造なんですよ。それでだからこう、こうなんていうのかな、スロープになっててなんかね、ずっとさ坂道だしさ、緩やかな、うん、ずっと壁見て歩くっていう、なんか壁歩きみたいな感じでずっと見ていくわけよ、うん、でね、ところどころにこういうふうにね、間中にね、こう部屋があるんですよ、こう入り組んだところに、裏側に。でね、ここでね、すごい特別展やってたんですよ。それがすごくよくって、それがね、ジャクソン・ポロックの紙にドロッピングしたさ、うん、あの作品、もう紙のドローイングの作品がわーってさ、あの横なんていうのかな、斜めにしてこうテーブルにこうさ、ずっと並べられて、まあ、ウィンドウケースの中なんだけど、こういう風に見れたの、こうじゃなくて、うん、こう下を向きながらこう見れるような感じ でそれもね、ずっとなんかね、最初はポロックらしくないんですよ。シュールレアリズムかなっていう絵なんだけど、あるところからさ、バーンとこうポロックの、ポロックらしいのが出てくるっていうさ、うん、その瞬間全部こう流れが分かるさ、うん、そういう展覧会だったんです、うん、すごいな、こんなものをちゃんとこうさ、ここでポロックは変わりましたっていう、そういう展覧会ができるってすごいんだなと思って、うん、なんだこの美術館はと思ったわけ。で、個人の美術館だっていうからすごいなってただただすごいなと思ってこうさ、うん、もうそういう風にして帰ってきたわけですよね。こんな感じでこう奥の方に入っていくと、このスロープとの裏側にね、こういうさ空間もちゃんとあるわけ、うん、でこういうさ油彩のこうさ、ちょうどいい大きさのポロックもあるわけで、なんでこんなにポロックばっかりいっぱいもたくさんあるんだろうとかさ、なんか調べなきゃいけないなと思って買ってきたんですよ、この時の展覧会のカタログ、うん、もうこれはね、とにかくこう見てるともうね、なんかワクワクする、私にとっての大事なカタログなんですよね。なんかね、これ見てると、あ、ドローイング作ろうとか思うわけ、紙になんかやっとこうとか思うの。それもなるべく大きな、ね、紙にやっとこうって思える、うん、カタログなんですよ、これ。で、これ今見てもこのね、作品がいいんですよね、ポロック。そのいいものがあるわけ。いろんなの見てきたんだけども、なんでこんなにいいのあるんだろう。で、このグッケンハイム美術館って一体どうなんだろうなんて思っているうちにさ、瞬く間にね、私も長野市に住んだりして、もう2006年のことはすっかり忘れていた頃に、ちょうどね、あの長野市のね、こういうすごいマニアックな古いね、映画館があるんですよ。アイオイロキシーとかね。ああ、超ローカルなやつやね、うん。そう、ローカルなさ、すっごいさ、いい美術、あの、いい映画館があるの、長野市には。それからね、伊東洋華堂があった頃は、このね、なんか8階かなんか高いところにね、もう一角にね、小さなこんなさ、ミニシアターみたいなのあってね、はい、どっちで見たか忘れちゃったんだけど、
もしかしたらこっちじゃなくてこっちだったかもしれないんだけど、まあ、とにかくすっごいマニアックなペギーのペギー・グッケンハイムアート・アディクトっていうさ、うん、映画が来たんですよ。なんか、うん、ちょっと聞き外れに多分ね、日本公開よりもちょっと遅れてきたと思うんですよ。日本公開は劇場公開もっとね、何年だったかな、もうちょっと資料ちょっとちゃんと調べてこなかったんだけど、うん、この展覧会があって、それでね見たんだけど、なんかね途中から寝ちゃったかもしれないの。あんまりなんかねよく覚えてないので、今回ねちゃんと思い出そうと思って動画を探したんだけど、どこにも出てないのよ、マイナーすぎちゃって。それでまたね、うん、DV をね、レンタルビデオを借りてね、うん、送ってもらってね見たんですよ。うん、うん、でやっぱ面白くないね、その映画が面白くできてないわけ。残念だな、すっごい面白いな、これね、この内容はすっごい、なんていうのかな、この本自体はさ、もうダラダラしてるんだけど、うん、私がかいつまんで話すとすっごく面白くなるのに、なんで映画もこの本も面白くないんだろうって思うね。不思議なのよ、私の中では、頭の中ではさ、うん、めっちゃ面白いことが、もう映画のように、走馬灯のようにぐるぐる回ってるんだけど、映画もね、それからね、この本もね、あんま良くないの。だからね、これからそのね、面白く話したいと思って、その話を、はいはい、話そうと思うんですが、まずね、切り口としてはね、まあ、このね、グッケハイムの美術館でポロック展を見た後に、あれ、なんかグッケハイムって知ってるなと思って、それが、1997年放映のタイタニックっていうね、これ前にも話したかもしれないんだけど、うん、デカプリオが主人公のローズっていう架空の人物が出てくる映画があるんですよ。この中にね、グッケハイムさんっていたなと思って、それで知ってるんだなと思ったの、うんうん、いるんだ、いるのよ、グッケハイムが出てくる、うん、それでねこの設定ね、これ架空の人物なんだけど、2人とも、うん、なんとね、このヒロインはのモデルはペギー・グッケンハイムなんだって。そうなんですよ。でね、このジャックっていうね、デカプリオの、うん、まあこの人だっていう人もいるんだけど、一応船の中のこの人じゃないかって、うん、まあでも当時このジャックのような、そのヨーロッパのイギリスであるとかフランスであるとか、そこからアメリカに行きたいと思ってるアーティストがたくさんいたの、うんうん、だからその中の一人ぐらいはこの船にいただろうっていう設定なんですよ。でジャックは絵描きの卵なんですよ、設定として。それでローズはさもう大金持ちの令嬢だから、まあこう親しくするといいことあるかなってちょっと下心があったりして、うん、でさ、君の絵を描いてみたいなみたいなこと言うわけよ。そうさ、もうワクワクしちゃって、そんなさアーティストと出会ったことないから、うん、で私の部屋にはフランスで買ったいろんな絵があるんだよ、見に来ないみたいなこと言うわけ、うん、でも実はこのローズには婚約者がいて、その婚約者とこのさ一等ね、一級一等級のさ高いさ、もうジャックがいるとか地下のさ、もうなんかもう最下層のさ部屋なわけ、大部屋なのよ。でもローズがさ入ってる、これ船の中の部屋ですからね、これ、うん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 、ここはさもうハイクラスなさ、もう本当にこの上流階級の人しか泊まれないような、これメイドさんがこうやっているような、うん、そういう部屋なの。でそこにさ、私はパリで買ったドガの絵とかピカソの絵をがあるからね、モネの絵もあるから見に来なさいって言うのよ、うんうん、そのシーンですよこれね。だけどさ、婚約者はさ、
君のね趣味は全くもってな、もうねどうしようもない趣味だっていうわけ、うん、うん、僕だったらこんなの買わないねっていうので当時まだ印象派なんていうのももうそのヨーロッパの上流階級の人が見るような絵じゃないっていうふうに思ってるわけ、うんうん、アメリカ人の女子供がまあ面白がるような絵だっていう感じなの、うんうん、だけどローズはいやこれからはこの絵に価値があるって言ってこれがまさにペギーの視点なんですよ、うん、で当時やっぱりそういう女性がペギーだけではなかっただろうとは言われています。たくさんの 女性たちがアメリカ人の女性たちがパリに行ったりイギリスのロンドンに行ったりしてお買い物してでお買い物はさまあパリだったらさあのルイ・ヴィトン買ったりとかさ洋服買ったりとかイタリアで買ったりとかっていうのはあったかもしれないけどその中に必ずギャラリーに行って手頃な絵を買って持って帰っていたっていう事実はたくさん残ってるわけ、うん、で実際この沈没したタイタニックにはピカソの絵が数点一緒に海の底にもう沈没してしまってるっていう事実があります、うんうん、だからこのタイタニックっていう映画はもう史実に基づいた、まあ、まあフィクション、うんうん、なんですよ。でこの設定の中に、まあ、このねローズこれがペギーでこれがねちらっと出てくるベンジャミン・グッケンハイムっていう名前出てくるんですけど、うん、この人こそが実は本当にそこのその船に乗っていたペギーの父、うん、ベンジャミン・グッケンハイムです、うん、当時ペギーは14歳でした。さてこの父はどうしたか。このニューヨークタイムズがベンジャミン・グッケンハイムが亡くなったと、そのことについてこの事前に書かれてるんですけど、うん、まあ、当時ですねお父さんはね子供と奥さんね別居中でした、うんうん、でね結構ね愛人があちこちいたみたいそれでねもうこの人にもう結婚するんだろうっていう女性とは別れたらしかったのその当時。ところが父は若いブロンドの歌手とこの船に乗って、うん、この歌手は生き残ったのに、うん、父は亡くなったと書いてありました。うーん、うん、このね女性にレディーファーストでボートに乗せて私はいいからで船ともども海の底に沈んだっていうのでねすごいまあ記事になったんですよ、うんうんうん、でなんでこんなことになっちゃったんだって、ね、すごいショックだったみたいなんだけど、うん、これ1912年の春なんですよ、うん、でこれねどうしてそうなったかっていうとねまずね、うん、ペギーのお父さんはパリのエッフェル塔にエレベーターをつけるっていう仕事を事業を始めたんですよ、うん、始めようとしたわけ、うん、でそれでパリに行って8ヶ月ほど留守にしてたの。そしたらねその帰ろうと、まあ、アメリカに帰ろうとした時になんかねその労働者のストライキにあっちゃったわけ、うん、で運航その船の運航が取りやめになってもう本当に不運な巡り合わせでその沈没してしまう船の切符を買ったわけなんです、うん、そのストライキがなかったらまっすぐアメリカに帰れたの、うん、でその悲運のタイタニック号の切符を買ったために亡くなってしまう、うん、さあそれでね大きな莫大な遺産が入ってくるのかっていうと、まあ、そうでもなかったみたいなんだけどね、うん、だけど
お母さんと妹、お姉さんと、あ、妹か、妹と自分と、まあ、そんなにこうアクセクして働かなきゃいけないっていうほどのこともなく、まあすごい自由奔放な生活を、まあ、親戚もすごいからね、お金持ちでね、なんかそういう協力もあったのか。でそのペギーもちょっとこう出版社に働きに行ったりとか、ロンドンに行ったり、なんかいろいろしてるんですけれど、なんか次第にね、まあタガが外れるっていうか、お父さんの影響もあるのか、こうまあ24歳で結婚するんですけど、もうくっついたり離れたり浮気したり、いろんなゴシップがたくさんあります。まあこの人によってはね、なんかもう1000人ぐらいの人と寝たんじゃないかってすごいスキャンダルとゴシップがたくさん残っていて、その中にはのほとんどがアーティストですということで、このねアーティストの数々をこれからまあ紹介することになるんですけれど、一体どんな人が、うん、ペギーとネタアーティストたちネタかっていうの興味があるでしょまあまあもうね、私ね、そういう前触れなくこれ読んでたからねもうそのたんびに、えっていう感じでねこの人もっていう感じ、知ってる人ばっかりじゃんっていう超ゴシップだね、本当に。そう、何なんだろうこれはって思ってね、っていう話がね、もう次の回ぐらいに出てきますが、あ、なるほど、今回じゃないのねはい、あの次回へのお預けみたいなので、はい、続けて聞いてくださいちゃんと、はい、まあ、とにかく、まあ、こんな感じのもうそう女性でさ、まあなんていうのかな、スミさん想像してみてくださいよ、うん、もし自分がジャックみたいなアーティストで、その時代、うん、ね、よ、まあ、まあ、フランス人だとしますよ、うん、ね、でまだ売れてないんですよ若くて、うんうん、そこにさ、このぐらいの年のさ、お金持ちの女性で、なんかものすごくアートのことに興味があって、うん、なんかめっちゃくちゃさ、こうなんかか、なんていうのかな、このアートに興味があって、こう杉野さんにさ話しかけてきたらさ、うん、杉野さんどんな感じでお相手します、そういう場合どんな感じでお相手。いやでもやっぱ同じジャックと同じこと考えるんじゃない、まずやっぱ自分の作品、まあもしかしたら自分の作品にも興味持ってくれるかもとかね、で興味持ってくれたら買ってくれるかもとかさ、うん、思うよね多分ね、それは思うよね、うん、でさ、ペギーも隠さないから、私お金持ちなのよって感じだし、うん、アーティストなの、何どんなの、絵か、どういう絵描いてるのみたいな感じなわけよ、うん、うん。そしたらさ、いや僕の絵見に来るとかって誘うよね、やっぱり、ね、なるよね、なるなるよねでさ、その後さ、いろいろ話してるうちにどうなるまあ仲良くなってね、それはその先はいろいろあるだろうね、あるよね。でさ、やっぱりどっかでさ、か絵買ってくれるのかなって思うよね、うん、うん、それからさ、なんていうのかな、他の人に取られたくもないって思うよね、やっぱりね。まあそうだろうね、自分のコレクターになってくれたらとかね、例えばその自分の彼女になって支えてくれたらとかさ思うよね。そう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 、そういうね、上流階級の人っていうのは当時は実はものすごく珍しかったんです。ああ、その庶民に何明けっぴろげになんか接するみたいな人ね、うん、そうなんです、うん、実はさ、そのさっきのタイタニックの映画でも紹介したように、婚約者はさ、すごいバカにするわけよね、うん、まあそれは架空の人物のローズだけどさ、ペギーだと思って見てくださいよ、うん、同じこと。
大半の人がペギーにお前バカじゃないみたいな感じだよ、そんなね仮想階級の人たちと付き合って、うんうん、あいつは不思議だらなやつだ、うんうん、もう、うん、教養を疑うとかさ、じゃその当時さ教養の高い上流階級の人たちはどういう生活してきたか、うん、こういうものサロンっていうのがあってね、うん、こんな感じですよ、もう長いね、もうさ18世紀ぐらいからさ、うん、ヨーロッパのね上流階級はこういう風なさ、要するにもう素晴らしい装いでお金持ちで時間も持て余していて、うん、暇でしょうがないからなんか文学の話でもしようか、なんか詩でも作ってみんなで読み合おうかとかさ、なんか哲学の話ちょっとしてみないとか、うんうん、シェイクスピア読んだとかさ、うんうん、ギリシャ神話わかるみたいな感じ、うん、ソクラテスがさプラトンがさとかね、うん、そんな話をしてるわけこの人たち集まって、うんうん、でねバカにしてるわけよ庶民は、まあもうさこういう教養がなくて文化とか芸術はわからない、うん、ただのあいつらは生きてるだけのまあ奴隷みたいなものだっていうふうに思ってるわけ、うん、でさそういう教養主義的なこの世界があってね、日本人にはよくわかんないわけよその世界が、もうだすっごいさ仮想階級とかアーティストから見るとさもうクソくらいとか思ってるのよ、なんかこういう世界、うん、そういう時代にだんだんなっていくって、うん、でもねユダヤ人の多くはね19世紀に入っても20世紀になっても大体オーストリアあたりに集まってった人なんかはウィーンのさなんてウィーン派っていうのがあるわけよ、うん、セゼッション派とかさ、うん、まあ、有名な人はクリムトとかね、うん、ああいう人たちはさそういうこういうサロンに集まるユダヤ人にサポートされてたわけ、パトロンだったわけ、うん、つまり当時その頃になるとユダヤ人の教養のあるお金持ちたちが、うん、その富豪たちがそのアーティストをのパトロンになるっていうのがステータスになるわけ、うん、僕のところのクリムトがねこういうの僕の肖像画描いてくれたんだみたいな感じなのよ、なんかでさ僕の好きな彼女こういうふうに描いてくれたんだみたいな感じ、うん、でクリムトもねなんかアカデミーから排斥されてるから僕がチャンスあげたんだ、うん、今ほら大学のアカデミーの教授でしょ、うん、僕が支えてるんだよみたいな感じなわけ、うん、でそういうさユダヤ人の子息だったわけよペギーも、うん、ね、それでこういう世界知ってるわけで、お母さんとかお父さんなんかはこうにやっていて、ブルジョアなさ婦人会みたいなものがやっぱりさ自分の家であったりして、でも、うん、もうねペギーの頃にはねそういう人たちとは別のね若者たちのこの集まりがあるわけよ、うん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 、このねちょっとやっぱり古くなってきてるわけ、こういうサロンが、あ、なんかちょっとじじくさいよねみたいなこと言う若者たちが集まるそうちょっと集まるこうサロンがあって、そこにね、はい、やっぱりさほら親たちとかはねおじいさんたちがパトロンアーティストのパトロンだったっていうのがあるから、自分もさなんかそういうの引き連れて集まってたりするわけよ。ああなるほどね、自分なりのなんかアーティストのアーティストを引き連れてるってことね。引き連れてさ出てくるわけ、うん、それで僕の知り合いの、うん、誰々だよとか言って、うんうん、でそういうさ、そうするとさアーティストと混ざってるとこんな雰囲気ではないわけ。あ、一緒に来てるってことね、引き連れてるって、引き連れてくるわけ。もうさこの頃はこのなんていうの、かなりアーティストとブルジョアな人たち、若いブルジョア人たちが、うん、こうパーティーをしてね騒ぐっていうのが流行っていくわけ、う
なるほど。だいぶ距離が近いのね、だからね。そうそうそう。今で言うパリピとかっていうの流行ってるってね。パリピ、はい。パーティーピーポー。まあ、パーティーに、まあ、気軽に足を運ぶような人たちっていう意味だけど。そうそう、それよ。それが起きてるわけ。ペギーの頃は。パリピなわけ。パリピ、うん、はい。パリピ。それで、この、ペギーの、そのちょっと前のところから始まるわけ。それがね、エイミー・クロッカーっていう人がいるわけよ。うん、このエイミー・クロッカーっていう人は、ニューヨークのサンフランシスコでものすごい自由な女性として、ボヘミアの女王と言われたわけ。うん、ここからね、ボヘミアっていう言葉がね、流行するわけ。うん、うん、もういるさまざまな男性遍歴があって、お金持ちでいろんな文学者とかさ、教養のある人たちとつながりがあって、毎週のようにさ、パーティーして、もうさ、この華やかなさ、パーティーの主人公なわけよ。まあなんかこうね、報道誌とかにもたくさんその写真が紹介されて、なんかこうさ、すごい女性としてさ、こうステータスを感じるわけよ、なんかこうペギーとしては、うん、そんな時代なわけで、このエイミー・クロッカーの時代はちょっとペギーより前だから、ここ見て、付き合ってるさ、アーティストがさね、うん、アンリ・マティスだったりオーギュスト・ロダンだったりするわけよ。うん、だからさ、ペギーはロダンまで知ってるけどさ、それはクロッカーの時代の古いアーティストなんだって思ってるわけ。うん、そういう時代の人なの、はい。まだ日本ではさ、もうロダンとかマティスの方がさ有名だしさ、その人のとをなんかこうさ、つながりのあるこのクロッカーってどんな人なんだろうみたいな時代なんだけどね、うん、まだ。ね、そういうさ、人を見ながらも自分もさ、やっぱりそういうさ世界に憧れるわけ、多分ね、私の想像だけど、うん、それでね、ボヘミア、こういうのね、ボヘミアニズムとかね、うん、ボヘミア主義と言います。このね、それまではブルジョア主義っていうかさ、ブルジョアな、うん、お金持ちの教養の高い人、すごい紳士的でね、紳士淑女が集まるさ、教養の高いサロンを中心にした文化っていう、そのサロンを中心に文化がさ、うん、こう発達していくっていうのがヨーロッパの文化なんですよ、それまで、うん、ところがこのボヘミアニズムっていう、ボヘミア主義っていうのはね、このアーティストとこう入り乱れて、アーティストの生き方とかを憧れているブルジョア人たちの眼差しがあるわけ、うん、あんな風に自由に生きれたらどんなにいいだろう、うん、あんな風に自由奔放にこの恋愛ができたらどんなに素晴らしいだろう、うん、何のそのしがらみもなく、この冷たいさ非難を浴びずに、なんであの人たちはあんなに自由に好きなことができるんだろう、うん、それを学びたいと思ってるわけ。できればね、あのぐらいに貧困になってお金なんかねいらないから、あの自由が欲しいとか思うわけ。はい。なんか今っぽいね。うん、そう。今っぽいよ。なんか今の、うん、今の僕よりも全然若い世代は多分そういう風な考え方を持ってる人増えてきてるよ、うん。そうなのよ。だからね、全然さ100年ぐらい前とさ今もさあまり変わらないで、むしろこのボヘミアニズム、ボヘミア主義っていうのがいかにその後のカルチャーに影響、多大な影響を与えていることか、うん、まあ、ボヘミアン・ラプソディって確かクイーンの曲あったと、あるね、有名な曲ね、うん、もうね、分類した人がいます、ボヘミアンね、5つに分類できると。あ、ボヘミアンの中でも5つあるってこと？
まあ、この性質っていうのが あって、あ、5つの性質があるよみたいなこと、うん、5つの性質、はいはい、これがさ、ものすごくさ、人によってはさ、どれか1つっていう場合もあるし、うん、こうミックスされてたりね、それカルチャー、文化、芸術作品見ても、あ、この部分だなっていうね、このね、5つを見るとね、大体ね、この傾向が分かります。その人の理想とするボヘミアニズムっていうのが、まずね、ビート、これドリフターズってさ、あの日本ではさ、お笑いのね、うん、芸人がかつていましたが、これはね、漂流者とか放浪者って意味があります。確かにね、ボヘミア、ボヘミアンっていうとね、もう放浪者っていう、そういう、うん、あの翻訳をする場合もあるんですよ。はい、なんかフラフラしてる人みたいな感じね。そうです。でね、何にも持たず、非物質主義でね、もういつでもどこでも旅だっていう感じなんですよ、うん、そういう性質、うん、それからダンディっていうね、カテゴリーもあります、うん、なんかさ、ほら、あのボロは着てても心は錦じゃないけどさああ、そういう、なるほどね、そういうあり方みたいなことね。そういうあり方、要するにお金ないんだけど、うん、なんか妙にさ、すごい反センスでさ、はいはい、なんかさ、アルコールのさ、うんちくとか、なんか お酒のうんちくとかさ、ほら、はい、ワインとかさ、ウイスキーとか、すっごいめちゃくちゃよくいろいろ知ってるとかさ、うんうんうん、なんかさ、こう、いる、存在してるだけでさ、うん、あの人かっこいいねみたいなさ、でもさ、よく調べてみると、そんなお金持ちでもなんでもないんだけどみたいな。お金持ってるように見えちゃうっていうさ、うんうん、そういうのダンディと言います、うんうん、それからジプシーっていう概念もあります、はい、これはね、今はね、ちょっとロマ人と間違えて見られちゃうといけないんだけど、うん、あのイタリアなんかに行くとさ、すごいこうさ、不老者が多いんだけど、うん、海外からの、うん、そういうのをさ、ロマ人って言ったりするんですよ。昔はね、そういうジプシーって言ったりして、うん、ごっちゃ混ぜだったんだけど、今はね、このまあ海外から来ててさ、なんかフラフラしててね、こう、要するにその国のさ、規範とかにさ、全然左右されない、うん、自分なりのこの生き方のこう法律があるみたいな、うん、政府主義とかさ、うん、なんかそういうのジプシーって言って、それもこのボ、まあ、なんていうの、ボヘミアニズムっていうのにあるわけですよ、うん、はいはい。それからヌーボーって言うとさ、ものすごい新しい現代的な感覚、うん、そのすごくこう装飾的だったり、こう裕福だね、裕福なボヘミアンっていうのもあるんですよ。洋服なんかそうなんですよ、ボヘミアンの着てる服とかはさ、うん、ちょっとこのすごくさ、あの伝統的なこの装飾が現代風にこうアレンジされてたりするんですよね。うん、それから禅っていうのもあるんですよ、この中にこれミニマリズムとかさ、うんうん、それからなんていうかな、まあ精神性、うん、無の境地とかさ、だから要するにこういろいろなことにさ煩わされない、うん、雑多な雑念にさ左右されないっていう生き方、うん、こういうものがボヘミア主義の中にありますっていうふうに、まあこう分類してる人がいたわけ、ラーレン・ストーバーっていう人、うん、はい、確かにこの生き方いろんなカルチャーに垣間見られるでしょ。例えば、うん、スティーブ・ジョブズ、うん、ボヘミアンですよ、あの人はやっぱり。まあそうだろうね、うん、禅もそうだしさ、うん、ダンディな感じ、なんかお金持ってそうもない T シャツとジーンズなんだけど、うん、なんかセンスがよくてダンディーな感じあるじゃん。なるほどね、逆ダンディーだね、うん、なんか貧乏に見せて本当は金持ってるっていう逆ダンディーだね、うん、そう、逆ダンディーこの定義から言うと、うん、なんかもそうだし、まあビートルズとかね、このロックアーティストってみんなこの何らかの形でこれを表現していますよ、うんうん、あれだよね、ヒッピーがだからこれだよね、結局。そうですね、ヒッピーのその源流ですよね、この、うん、
ボヘミアニズムっていうのが。で当時のロックアーティストと か, なんかパンクの人たちとかみんなヒッピーに、ね、引きずってるというか かぶってるから、うんうんうん、まあ、その、ね、うん、そ, うです、そのなんていうか走り最初のこう当初のところにこのペギーがいるんですよ、うんうん、で、まあ、そういう生き方があってペギーがこれから紹介するような大コレクターになっていく素地というか基盤というか生き方というか、うん、そういうものがここにあるっていう話ができると思うんです、うん、なるほどね。ただのブルジュアのお金持ちだったらお金は自分の洋服とかさ見栄を張るために使って散財しちゃったと思うし、あまりの教養主義だったら新しいものなんかには目を向けないで、すごいこう古典的なものを集めたと思うんですよ、うんうんうん、そうね、アンティーク的なやつとかね。そうですそうです、レンブラントとかさ、ルーベンスとかさ、うん、あのあたり、まあせいぜいダヴィンチとかそういうの買ったと思うんですけど、そうはならなかった、うん、これにはやはり付き合っていたアーティストの影響があるわけですよ、うんうん、紹介します。これ、はい、出てくる登場人物これだけとどまりません。もっとたくさん出てくるんですけど、この本にはもうね紹介しきれない、私自身も紹介しきれない。おー、そんなにくらいです、うん、この中で何人皆さん知ってる人いますか。すごいね、これまで紹介した人ばっかりじゃない、まあ、この中にはもちろんね、夫のローレンスっていう人もいたり、ね、あのおじのさね、ソロモンも書いてあるんだけど、まあ、友達ね、この人はアーティストじゃないんだけど、ね、うん、それ以外みんなアーティストですよ。そうね、まあ、ダリー以外はだいたい喋ってんじゃない、ちゃんと。あ、ジャコメッティもやってないか、そんなちゃんとはね。でもブランクーシとか出てきたし、マックス・エルンストも取り上げてるし、うん、ハーバード・リードは前回僕が少しあの本の話をしたよね。そうそう、この人はアーティストじゃないけど美術評論家、モダンアーティストの哲学っていうね。そう、これ誰だと思います？うん、ポロックって書いてあるよね。すごいね。そんな美少年だったの。ポロックね。ポロックって。ポロックね、すごい若い時にペギーと会ってます。その話もまた、ちょっと、すごく大事な話ができると思うんですけど。なるほど。もうモントリアも出てきますから。うん、もうね、もうたくさん出てくるんですよ。デュシャン、とにかくデュシャンすごいですよ。うん、デュシャンの話は、まあ。とにかくもうね、もうなんか、近現代美術史相関図みたいな感じですよ。うん、もう登場人物、全員登場みたいな感じで、うん、もうとにかくね、美術史の本読むよりも、先に読んだ方が何だろうとか思って、うん、まあでも子供にはあまり勧められない話ばっかりなんですけどまあそれはネタ話だからね、全員もうね、そうなんですよ、はい、もう一斉にこう集まってる写真も残ってまして、この中にはね、ヘイターがもうヘイターヘイターもいるの。ヘイターもいる。イギリスのロンドンで知り合ったんでしょうね。あるいはパリにいた頃かもしれない。もう。なるほどね。はい。あのヘイターの話も昔多分版画のところでしてるので、もし気になる人がいたら、そうそうそう、なんとか僕もサムネイル見つけたら持ってきますが、はい。見てみてください。これ見ればね、モンドリアンこの頃はもうね、こんな年取ってるんですよ。うん、ペギーですね、これが。うんうんうん。うん、1942年この写真は、うん、これレジェっていう人、それからこれはね、うん、あのブルトンっていうね、うん、あのシュールレアリスト、はいはい、あのシュールレアリズム宣言した人、そうですそうです、これエルンスト、マックス・エルンストですね、マックス・エルンストの息子ですね。あ、息子か、うん、うん、まあとにかくね、もうここだけでもないんですよ、もうたくさん出てくるんですけど、はい、まあそれでね、まあ、時間がねすごくかかると思うんで、次回いよいよどんな
交流があって、どんなにそのペギーがこのアーティストを愛し作品が生まれて収集したか、そういう話を面白く話してみたいと思います。はい、ご期待です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。